お金がなくて幸せな人はたくさんいます。孤独で幸せな人は一人もいません。こんにちは。はい、最初に年齢を教えてください。35歳です。35歳。はい。結婚してます？結婚してます。ご主人何歳ですか？36歳です。36歳。お子さんは？2人います。2人。じゃあ今4人で暮らしてるんですね。はい。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？半年前にはい。主人に離婚をしたいと告げられて、ご主人の方から離婚をしたいということですね。はい。理由は何ですか？理由は、私のお金遣いの荒さ。あ、お金遣いの話だね。はい。はい。どのぐらいだ、荒いんですか？多い時だと月にカードで25万ぐらい使ってしまったりとかがあって、その25万っていうのはあなた自身は今働いてるの？それとも、働いてないです。働く人給、はい。でご主人の、給料からすると、はい。その25万っていうのは、ちょっとひどいという感じなんですか？月に主人70万、80万ぐらい給与もらってる中のそれなんですで、けど。カードだけで25万っていうはい。と、やっぱりきつい。あなたがそのお金を使うってのは、これやっぱりあれですか、どうしても必要、あなたから見て必要なものを買ってる、それとも必要でないけれども、なんとなく買ってしまうのがそうで多す。い。もう、よくよく考えたら必要ではない。よくよく考え考えたら。たか、子供の服でも買いすぎたりとか。なんとなくお金使うこと、そのことが気持ちがすっきりするというか、日頃のなんとなしの不満が晴れるとか、そういうことはあるんですか？そうなのもあります。私の気持ち的に。気持ちの中にはい。ね、なんか今不満なんだよね。これがっていうのじゃないですか。ご主人に不満とか、あるいは子育てに不、その、二人って言いましたけど、男の子、女の子？男の子で両す。方とも男の子ですか。はい。何歳ですか？は、5歳と2歳。2 歳と2歳。で、あなたはすると5歳と2歳は結構忙しいと思うんだけれども、はい。それって結構男の子大変ですよね。で、その毎日の生活に、なんか不満。自分が子育てをやってるだけで、なんとなく満たされないっていうことがあるんじゃないの？もありますね。ありますよね。で、主人が、夜の仕事なので、毎日夜勤の仕事なので、夜は家にいないっていうので、そうか、そうすると、何が一番の大元に、不満の大元は何なんでしょうかね。この生活のあり方？大変失礼なことを聞くようなんだけども、ご主人と心の触れ合いみたいなのはどうなんですか？その半年前に離婚を言われる前は、月に数回、話せる日、こうこうこうでっていうのを話せる日は数回。要するにご主人と、ご主人の方から離婚したいということの半年前って言いましたっけ？はい、半年前です。向こうから離婚したいと言ってから、向こうはもちろん不満なわけですよね。で、あなたも不満であったわけですよね。そうですね。だから、外から見ると、立派なご主人で、お子さん2人で、というけれども、実は、あなた、孤独だったんだね。実は、
結婚前から孤独だったんじゃない？それはあると思います。ですよね。はい。誰ともつながっていない。なんか満足してなかったって言われてみたらそうかもしれないんですけど、うん、その離婚を言われてから、うん、言われてからって離婚しようって言われてからね、うん、言われてそうです、うん、言われてから、うん、私も考え方もそのお金の使い方も変わったし、うん、なんていうかなこう考え方も変わって、うん、なんかすごい頑張って働いてくれてるからっていうふうに考えれるようになって、うん、私も変わっていくからもう一度考え直してもらえないかっていうふうに言ってるんですけど、うんうん、もう今更遅いっていうふうに言われる、うん、だから今日の相談っていうのはこういうことですか、うん、つまり離婚したいとご主人が言われているだけどあなたは離婚したくないと、うん、はい、離婚したくないと言い続けられるんでしょうかっていうことですね。はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。お願いします。結婚何年になりますか？5年です。そうすると上のお子さんがちょうど生まれる頃にっていうか、はい、前にぐらいですかね。はい、結婚されてで2人目のお子さんもその後順調に生まれて男の子2人と、はい、こういうことですよね。はい、はい、でこの5年の間に、はい、ご夫婦の関係っていうのは何か問題があったということはありますか？自分の感じでいいんですけど。喧嘩よくしてたとか子育てで揉めたとか。喧嘩はよくしてました。殴り合いじゃないですけどの喧嘩になったりとかも多々あって、うん、つかみ合いみたいな感じですか？そうですね、うん、それはよくあるってのはどのぐらい？毎週1回ぐらいはあるみたいなそんな感じですか？1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回ぐらいの。なるほど。別にそんな年中いがみ合ってたわけではなさそうですね。それで月に25万金遣い自分としても荒かったと思うんだけどそれで借金とかができちゃったりはしてません？はしてないです。使いすぎて借金になっちゃってるわけじゃないのね。はい、要するに蓄えに回る部分が消費というか使う方に回っちゃったというような感じですか？はい、はい、なるほど。それでね端的に言いますと今お子さんまだ男の子5歳と2歳の、はい、幼いお子さんがいらっしゃるので、はい、これはお父さんお母さんはちゃんと2人で子供を育てる責任があります。はい、だから簡単にね、はい、もう嫌になったから別れたいと言って、まあ、二人で協議離婚すれば別ですよ。はい、調べてらっしゃると思うけど、離婚の方法っていうのは協議離婚と裁判離婚、はい、まあ、その中間的な調停で別れるっていうのもありますけれど、はい、まあ、協議をしてサインをして別れるのは、はい、もう二人でやめにしようと言ったら、それは小さいお子さんがいても別にできることなんですね。はい、で、片っぽがどうしても離婚したくない。でも片っぽの人は絶対離婚したいんだって言って、こう、話が噛み合わないときは、別れたい方が離婚の裁判を起こすわけですよ。はい、それで、法律にはいろいろな理由が書いてあってその中にもいわゆる性格の不一致的なものもあるんだけれども、はい、小さいお子さんがいる場合には片っぽがもう嫌だと言っても、まあ、そう簡単にはちゃんとした理由がないと裁判所は離婚させるっていうことはしないんですね。はい、じゃあ、あなたの場合どうかっていうことになるわけですよね。とりあえずあなたは今離婚したくないと、生活態度も前とは変わったと、まあ、ご本人的には変えたつもりだと、はい、それでその前はどうだったかというと確かに金遣いは荒かったかもしれないけれども、まあ、幸いなことにご主人は収入が、まあ、36歳でそれなりに終わりになる方ですよね。はい、70万80万ってのは手取りの金額ですか？手取りです。そうすると額面でいうともう1000万超えてるような。そうです ね、だからまあたくさん使ったといっても借金なんか作ってないし、はい、とんでもない事態になってるわけではない。はい、それでこのまま続けるともう離婚したいんだって言われちゃったところで態度を改めたとなると、はい、ご主人が仮にそれでも離婚したいんだと
態度を改めてもな、もう手遅れだとおっしゃったって言うんだけれども、じゃあ、あなたがサインをしない、つまり協議離婚に応じない場合に、裁判を起こして、簡単に離婚できるかというと、そう簡単ではないと思います。はい。そこはだから、今の段階ではそんなに心配しなくても、法律的にはいいと思います。はい。あなたのおっしゃってる通りだったらね。はい。じゃあ、今のままで、すれ違いのままでいいのかっていうと、そんなことないですよね。そうですね。だからそこから先がきっと重要で、今すぐは、無理やり離婚ってことにならないとしても、なんとか関係を良くしていかなきゃいけない。はい、で、そのためには、どうしたら、夫婦関係良くなるのかっていうのは、さっき言っていたあなたが、結婚前も、結婚してからも実はずっと寂しかったのかもしれないと。で、それが、無駄遣いにつながっちゃったのかもしれない。その辺をちゃんと考えていかないと、今すぐ離婚ってことにならなくても、関係が改善されないから、長い時間そのまま続けちゃうと、じゃあもうこの夫婦くっつけておいてもしょうがないなってことになるかもしれないんで、はい、その辺のことをちゃんと考える必要があるんだろうと思います。まあ、法律的な話の私の説明はこのぐらいにしたいと思います。はい、今ね、坂井先生が本当に法律的以上の深いお話ししていただいたと思います。はい、あなた小さい頃何があったの？あなたの家って権威主義的な家に育ったの？うちも、私も母子家庭で育ってて、主人も母子家庭で育ってて、まあ厳しい母親で育ってたのと、厳しい教えでしょうね。きっとね、心の中に気がついてないものがいっぱい心の中にあると思います。本当は怒りを持ってるでしょ？ん？母親に対してですか？いや、母親ばっかりじゃなくて。あります。ありますよね。はい。その隠された怒りが何かあると、今目の前のことに反応してカーッとなってるんですよ。ん？だから今のことが問題じゃないんだよね。これ認めないとあなた絶対成長できないから。行動なんかどんなに改めたって人間は成長しないですよ。あなたが小さい頃何を学習してきたのかっていうことを自分で書いてみたら、心の履歴書。会社に出す履歴書じゃないの。一人なんか見せなくていいから。はい。これが節目に、ほんと成長できるような気がするんだけども。はい。自分でも成長できるって感じはしない？します。しますよね。はい。成長すれば、お金と考えどうの考え方がどうなんてそういうことじゃなくて、はい。ご主人が変わるかもしれない。だけど、ご主人を変えようと思ってる限り、ご主人は変わりません。はい。今の素直さを、忘れないで、吐き出してください、自分の中に。これが癒しです。はい。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、大丈夫ですっていう、しっかりした声で言ってくれました。それじゃあ、いいですね。はい、はい、どうも失礼します。はい、ありがとうございました。お金がなくて幸せな人はたくさんいます。孤独で幸せな人は一人もいません。